JR 総寺寺駅は大阪府茨城市小一丁目にある西日本旅客鉄道東海道本線の駅である JR 京都線の愛称区間に含まれている駅番号は JRA40 摂津戸田駅から約 1.7km 茨城駅から約 2.0km の森土区間に設置された駅である工事費は約60億円 2011年7月29日、JR と自治体及び開発事業者との間で基本協定書が締結された。その後、2012年11月29日に駅建設工事が着工し、2018年3月17日に当駅が開業した。付近に阪急京都線の総持寺駅があるため駅名に JR を冠している。東海道本線では初めてとなる。 駅名に JR を冠した駅である。建設時の JR 総持寺、駅周辺プラットホーム改札口複々線の内側線のみに島式ホーム一面二線が設置され、駅設備は森土下に設置されている。当初から外側線を走る列車が停車しないことを前提にしており、内側線のみにホームが設置された。開業当初から20匹と式の可動式ホーム作が、 設置されている。ホーム作は4、扉車専用で、3、扉車は非常事業端の扉のみの対応となる。改札内に旅客用トイレ、階段、エスカレーター、エレベーター、待合室が設置されている。直営駅ではあるが駅長は配置されておらず、高津駅が当駅を管理している。ただし、高津駅が直接管理しているのか地区駅である。 茨城駅を介して管理しているかは不明。また、開業時から緑の窓口は設置されておらず、緑の券売機プラスが設置されている。駅のデザインコンセプトは、街と街、人と人、時と時をつなぐ新たな駅としている。2007年3月18日以降に開業した JR 京都線、JR 神戸線の新駅には、駅独自の接近メロディが導入されていたが、 当駅には導入されておらず、大阪駅、島本駅を除く JR 京都線内の各駅で使用されている接近メロディが流れる。2019年度の1日平均乗車人員は7543人である。開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅の東側を大阪府道126号装置自転車乗船が走っており、 それに沿って、南東方向に歩けば阪急、電鉄京都本線掃除寺駅に至る。近鉄バスが開業翌日の2018年3月18日から、日中のみ、駅前ロータリーに乗り入れている。朝夕は、掃除寺口停留所を利用する。注車区出店。ありがとうございます。